どうも、トマッピーです。動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日やっていくのはカードンブロッコリーパチェックということでね、これです。この後ろにね、ポップがあるんだけど、秋山で一番強いブロックオリパということでね、はい、びっくりマークハテナ入ってるんでね、言い切ってないんで、そこポイントなんですけど、言い切るのは良くないな、やっぱ広告上ね、巨大広告になっちゃう恐れがあるんで。で、ただ実際はその採算無視してで言うと、だいぶうちの採算無視してるんですよ。はい、これを剥いていきます。何行こうかな、ちょっとまず選定からだね。何を剥くか、まずマジックザギャザリングは剥くよね。まずハルマゲドン入ってるやつと、生き馬入ってるやつと、あとギャンブル入ってるやつ。これなんかサインカードで持ってこられるんだよな今しめになるからいいでしょ。これね、なんか普通にパッケージがいいカード入ってて、あのでもこれ1パック500円で中からもいいカード出ちゃうっていうね、仕様 で最初の頃自分でこうテストで作って、こういう割で組んでねみたいな、もう利益率とかもう本当にギリギリのギリギリっていうか、はい、あ、本当サービス品だね。そんな感じじゃないですか。うん、それをだからちゃんとそういう風にできてるかっていうのを今日は確認しながら開封していきます。これは今あるのはスタッフが日々作ってるもんなんで、これを見ていきます。あとマジック以外もね、何見ていこうかな。マジックはね、比較的カードの価値がパッと分かりやすいんで、個人的にね、最後に見ていきます。これいこう、これウィクロス大人気、ジャケ買いの、ジャケ買い、まあ見てもさ、どれぐらいお得かちょっと分かんないんだけどね、どんな感じで入ってるのかっていうのをお見せできればいいかなと思います。まずジャケットだよね、コードオーダーウェディング、これすごいな、加工がマジでめちゃめちゃいいけどな。こんだけ加工が良くてさ、イラストも良くてさ、多分そのめちゃめちゃ強いカードってことはないんだろうけど、SP っていうリアリティですね。右下に書いてある。お、キラ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 出た。何枚キラキラが入ってるかっていうのも注目だよね。3、4枚キラキラ、今横型のカードもある。すごいな、加工がなんかもうただごとじゃないぞ。これも光反射して虹が出てるのはともかく、なんかレリーフ加工みたいな、ちょっと違うのかな、レリーフ加工っぽい。これどう？あ、本当ですね、レリーフっぽい、立体的だよね、レリーフっぽいよね。背面もちょっと違いますね、他のやつと、うん、これめっちゃいいですね、かっこいい、いいよね。で、なんか普通のさ光ってないカードもやっぱ見た目がいいね。改めてこうじっくり見るのは初めてだけど、コード2434、コード2434なんだけど、全員イラストが違うんだけど、このコードっていうのよくカード名ついてるのいきますね。ちょっと勉強しておきます、コードとは何なのか。焦らずいきます。こんだけのね、たくさん歴史上カードゲームがあることがさ、もう分かってるわけだからさ、はい、一個一個その知ることを焦ってはいけないと思うね。楽しんでいくぐらいのも時間をかけて。乙姫、光ってるカード何枚出るかっていうね、500円、それも結構楽しみ方よね。新記録達成20枚みたいなさそういう楽しみ方もあるよね。同じカードちょっといっぱい入ってるな、こういうこともあります。これいっぱい入ってるな、これ多分こんなに使わないよって言われちゃうやつだね。いっぱい入ってる同じカード、まあ、正直その中に何だろう、これぐらいその当たりカードっていうか価値つくカード入れようっていうのはあるんだけど、それをそのなんか利益率ギリギリでやってるみたいな感じだけども、そのそれ以外のカードはそこで余計にこう人件費を使わずに皆さんにその分還元するっていうスタイルになってます。シファル綺麗だな、これめちゃめちゃ輝いてる。何これ、こんなことできるんだ。スノーテク、すごいな、こういうカードもあるんだ。ウィクロスって言ったらなんかすごい萌え可愛いカードばっかのイメージだけど、こういうのもある。なんかちょっとコメディチックな絵柄ですね。やばいな、なんかもっと見たくなっちゃうな、もっと見たくなるわ、ウィクロスのカードいろいろ見たい。今回はキラキラそんな入ってないですね。
これめっちゃ出るな、ターバンと。キラキラ7枚でした。どうなんだろうな、これね、ちょっと外れかな、価値が分かんないんで、ちょっとあれですね、うん、こういう金箔加工とかもあるんだけどね、キラキラプラス金箔みたいな。これとかいくらすんだろう、試して調べてみよう。コードオーダーウェディング、参考価格300円ぐらいだな、これ。この白押しのやつは500円の参考。もうそれだけで後じゃないですか。まあそうだね、一応800円分ぐらいはあるね。まあでも500円って考えたら全然いいのかなっていう気はするけど、パッケージこっちの方がいいんじゃないかとは思うよね。こっちよりこっちの値段するっていう。でもこっちのが見た目いいよね。ジャケ買いしそうな方を選んだのかもしれないですね、うん。さあゲートルーラー行ってみよう。千年桜パッケージ有名カード、すごいですよね。横型でかなり美しい桜と着物の女性が描かれたカードです。使用タイミング、通常君のデッキの上から3枚見てその中の1枚をドライブする、それ以外のカードをデッキの下に置く。強いんだろうねこれね、なんかドロー系のカードっていうか。これだけで800円ぐらいしますね、千年桜。はい、状態が悪いのかもしれない、もしかしたら。まあでもお得にはなってるからね、かなり。あ、カードのブロッコリーか。しかもこれ、あ、でもちょっと状態、もしかしたら状態 B ぐらいのかな。ゲートルーラーのカードってさ、その硬いタイプのカードだから、はい、状態がね悪くなりづらい。これちょっと白掛けになってるから500円ぐらいって考えたら、これプラス中でお得みたいな感じかな、うん。さあちょっとさらっと見ていきましょう。キラキラ何枚出るかな。3000個。何これ、宇宙ドッペルゲンガー、クローンみたいな感じですね、マジックでいうところ。さあ光ってるカード全然出ないわ。ホワイトシャドウ、おやすみぷんぷんみたいなイラストだよ、なんかね、縦長のお化けみたいな。おやすみぷんぷん知らないな、小丸くん。おやすみぷんぷん分かんないです。分かんないよね、そんな有名じゃないよ多分。あ、光ってる、ちょっとなんかなんて言うんだろう、これ部分光沢みたいな、マジックでいうところの。光ってます、とりあえず。光ったカード何枚出るか記録、絶対さ最後マジック向こうと思ったけど、マジック負けるやつだよね、絶対負けますね。光ってるか、あの、あれか、あれ20円とかで売られてるようなさ、普段さ、はい、フォイルがいっぱい。え、この花咲くや姫、なんか良さそう、キラキラ良さそうです。これはリアライズ、リアニメートみたいなカード名だね、なんかね、どっちから釣りそう。え、また入ってたよ、この花咲くや姫、これいいんじゃないの。お、400円ぐらいしますね。スペースケイブ、これも光ってますね。小学生みたいな、光ってるカード何枚出るかみたいな。それは楽しい、分かんないカードを楽しむときはさ、そういうのもありだと思う。これいっぱい入ってるな、アマビエ、なるほど。まあでも良さそうだね、これは。なんかね、てか桜色のカードが多くてさ、なんか春にぴったりって感じじゃない。そうですね、春っぽい感じがしていいですね。さあポケモンカードゲーム、これだよね、このよくあるんだよ、こういう見た目のポケカのブロッコリーパン、ミュウツー V スターが入ってますと。いや、これ恐ろしいよ、赤丸くん。はい、100円だよ、参考価格100円、恐ろしいね、これ。これまずいです、多分。いや、これ中身の方が結構良くないと、これ100円だからね、はい、ビジュアルがいいからこっちを選んだって可能性もあるけど、そのビジュアル弱めで、ビジュアル安めで中身高いっていうパターンかもしれないけど、これ、はい、あれだよ、もうカットしないよ、もう。マジですか、見せるよ、もう。中身がどんなにヤバくてもこれをリアルとして受け止めて改善に向かいます。いや、さすがにその作ったマニュアル通りに組まれてたら中にいっぱい入ってるはずなんだけどな、これね。ミュウツーガラルサンダー V、 なんか序盤に光ってるの集まってるけど大丈夫かな、これ。楽しみがないんだけど、序盤に出ちゃうと。中の方に入れてほしい、これ。ちょっとまだ詳細まで、細部まで整備されたいっていうのはね。ミュウツー V スター、サンダー V、 ヒスイゾラーク V スター、ルガルガン V。 とりあえずキラキラは4枚だよ。基本水、ファミリーポケカのやつだ。
エネルギーが入ってるのはいいね。なんか適当なカードよりも。クラッシュハンマー、キャワは、まあまあまあいいカード、いいカード。ロストスイーパー、こだわりベルト、いいカードだよ。ミラージュゲート、使われてる、とっても使われてる。雪道、え、あれ結構いいの入ってる。まあ、キバナ。でもこれなんかあの年末の V スターユニバースとかでさ、はい、いっぱい再録されて安く、え、あと裏からダブルレアのポケモン出てきた。ボールタウン、いや結構ザクザクなんか出てくるな。なんか出てきますね。ボックス開封で横にどけるみたいなさ、はい、汎用カードとポケモンがいっぱい出てくる。トレッキングシューズ、キュアはこれ強い、強いんだよ。ロストスイーパー、レベルボール、え、ダブルターボエネルギー、こだわりベルト、霧のステーション、え、大丈夫これ、入れすぎじゃん。ミラージュゲート、キャプチャーエネルギー、回収、トレッキングシューズ、ザクザク出てきますね。大丈夫かなこれ、逆に大丈夫かなっていう感じはするんだけど。雪道、まあまあ雪道とかはね、なんかその高い時は高かったんだけど、多分そう、今100円ぐらいで買えるんじゃない、おそらく。エネルギーもまだ入ってるし、炎、水、なんか普通 あのエネルギーセットみたいなの売ってるじゃん、1000円で、はいはい、あとその何枚100円とかさ、あれより全然これ買ってた方がいいよね。パッと集まるし、いいですね。まあでも たまたま今回入ってるだけっていうのもあるけど、ネギがないと毎回エネルギーが出るのを保証するような商品じゃないけども、え、エネルギーめっちゃ手に入るやん、これ何？バグ？ちょ、バグでしょ多分。え、光ったエネルギーも出た。これはおかしいよ、こんなの。エネルギーこんな出ないだろ普通。たまたまその固まってたんですかね。固まってた。ちょ、もう一個見てみよう、ポケカ。これ気になるわ。ちょっとこのレックザバージョン、レックザもそんなしないと思うんだよ今ね。使わないもんね、そんな。使ったとしてもそのティアティア2以上とかじゃないと思うね。ティア3とかだと思うね。あれぐらいの気がしますね。うん、ちょっと行ってみよう。これやばい、なんかちょっと古めの期待値あるな。なんかちょっと古めの旧枠ってわけじゃない。え、すげえすげえすげえ。レックーザー、スイ君、スイジナイパー V、 輝くルチャブ、まあ一個一個安いね。この集合体か。回収ネット、ロストスイーパー、レスキューキャリー、レスキューキャリーとか結構良くない？多分。なんかすげえ古いのが入ってる。孤島の忍者。え、すごいわ、これ。なんか横から見て、ブロックオリパー、横から見て古かったら、熱いみたいなさ、あの、イニシエのストラテジーみたいな。すげえなんか、めちゃめちゃ希少な昔のカード入ってるよ。これは熱いね。これは熱いわ。なかなか手に入んないもん、これ欲しくても。ルガルガン、なるほど。錦のネットワークとか、これ確かね相当古いよ、2006年。え、その2006年のエネルギーカードとかも入ってるもんね。これは旧裏じゃないから普通に使えるっていうね、今ね。おしゃれで使えんのよ、エネルギーカード。うわっ、え、なんか一撃連撃スタートダッシュキャンペーンのゴリランダープロモ、やっぱなんかでもエネルギーが入ってるね。すごいな、この時代のエネルギー。いいのこれ、いいのかな、個別売りしなくて。まあ、50円で売れるかわかんないけど、20円で売れそうだよね、もったいない。結構良さそうなんですけど、うん、まあお得感ありますね、このオリパーやっぱり。まあそういうその細やかなことを気にしてたら、その店が回らないから、全然別にお客さんお得で、それでまた来てくれたらそれでいいよみたいなところで、その細部にその手をかけすぎないっていうことは意識してるけど、店を今後全国でねやりたいって思う上で。これは得だわ、これ俺嬉しいわ、こんな古いエネルギー入ってたら。でもなんか思ったのと仕様違うんだよな。もうちょっとなんか1枚さ400円とかのカードがさ、はい、絡んでくるイメージだよね。ポケカのブロックリパーすぐ出るんで、うん、種がもう結構なくなってきてるんじゃないですか。そんなことないですか。いやでも基本的に種があるときに作るもんだからね、超お得品だから、はい、前提がね、超お得品だから、うちのブロッコリパー、その種がないときにその無理して違う仕様で作ってさ、お得じゃなくなってリピートしてもらえなかったらあれじゃん。まあお得だったからいいんだけど、もうちょっとなんかこうさ、なんか強弱があるっていうか、中身に
まあ、全体的にお得でいいんだけど、そのすごいマイルドチームだったね。マイルドチーム、マイルドチームみたいな、はい、ぶつかずの暴力みたいな。はい、いきます。マジック3パックいっちゃおう。これはね、まあ、ちょっと参考になる人がこのチャンネルだと多そうだよね。生き埋め、まずパッケージの生き埋めいくらすんの。パッケージ調べといてもらう。パッケージの、おお、パッケージまず生き埋め、陰謀断式療法、いいじゃん。根絶、アサルなんで、え、マジで。ラタピラドック、電圧改ざんメカ、レアカードが結構入ってるな。マジックの場合ホイール何枚っていうか、レアが何枚みたいな風な楽しみ方できそうですね。これもレアだっけな、魔女狩り師。どっちだっけな、レアじゃないかな。9名ニアミントで500円ですね。ニアミントで500円、 SP で400円、フェニックス、孤高のフェニックスと一緒に使うような感じだったんだよな。まあニアミントか SP だから、パッと見マジック的にはニアミントだけどね、ツヤツヤしてるし、うん、ちょっと白かかる。これぐらいだったらニアミントですね、全然マジック。じゃあこれで生き埋めでもう担保されてるパックってことか。そうですね。あと何がどれぐらい出るか。でも陰謀式弾両方とかも使うしね、アサルナンデーとかもね、いいカードだから、もうこれはこの地点で勝ってて、あとはまあ何も出なくてもしょうがないかみたいな、何が出るかお楽しみっていう。フェルドンの杖とかいいかな、日黒の。結構なるほど、こういうパックですね。すごい日黒だな。なるほど、これは分かりやすかった。ここに集約されてたね、この辺にね、はいはい、これ前の方にね、もう SNS 越しでスタッフに共有するって感じだけど、ルール上は別にないんだけど、フロント以外は掘る楽しみが欲しいから、普通に考えたら真ん中の方に適当に散りばめるっていうことになるんだけど、その普通に考えたらっていうのは結構感覚的な話だから、真ん中あたりに詰めるっていう風にテキスト化した方がいいですね。はい、ギャンブルまだ1店舗なんでね、なんかそのなんだろう、これがもうすでに何店舗あるならしっかり共有を文言化していくんだけど、全部1店舗だからね、共有が雑なとこがあって、これはこっちの責任です。ギャンブル、これ多分前に入ってるんだろうな。発展の対価、跳ね返す手のひら、おお、ソープロ、え、まあ、今200円ぐらいかもしれないけど、いいねこれは。でもで、グリフィンとかフォイルも入ってると。ケチな贈り物、いいカード、いいカード。いや、なんかね、この全部単品価値あんまつかない枠が全部日黒っていうね、好きな人は好きだけど、これちょっと偏っちゃうよね。まあでもここで混ぜるためになんかコスト割いてほしくないってのもあるから難しいよね。雑に取ったら全部これだったのか、これに寄せたのか、どっちかだよね。雑に取ったらまあ普通にもっといろいろ入る気はするんだけど、はい、赤の防御炎6枚出てきたのは結構嬉しいかな。歴史上かなり使われてていいカードです。あ、でも違う、いや、日黒だな。お得なんだけどね、お得ではあるよ。ギャンブルの時点でこれだって400、500円するでしょ、多分。これ今600円でしたね。だからお得ではあるよね。発展の対価ってソープロだってさ200円とか200、300円するもんね。そうですね、ケチも100円ぐらいすると思うんだよ。いや、お得はお得なんだけどね、これとかもさ、欲しい人は欲しいけど、いや、すごいよこれ。この時代のカードが、さっきのポケモンも一緒だけど、この時代のカード、もう20年以上前のその日本では最初に出たマジックザギザリング、日本語で最初に日本語で出たマジックザギザリングのその初版日黒、普通の小物の中ではまあ価値する方なんだけど、これが出るのはその大体の最近の小物出るよりはお得ないよ基本。まあ人によるか、ここは。でも日黒、全部日黒で嬉しかったっていう人もいるだろうしね、珍しいには違いないから。真ん中の方に束でもね、2ブロックでもいいんだけど真ん中の方に入れたいと。
何が出るかな。ここも最初めくったら、あのマジックのパックもそうだよね。最初レアあんこも入っててさ、ホイル入っててさ、もったいぶらないよね結構ね。どっちがいいんだろうね。皆さんよかったらコメントで聞かせてください。僕は 中をさ全部見ていったら道中出てくる方が好きなんだけど、好みではあるよね確かにね。そうですね、どっちパターンもある方が面白いのかもしれない、お客さん的に。あ、今回最初出ちゃったとか、あ何か何かなと。はい、春マゲドン。春マゲドンはそんなしないじゃん。300円ぐらいのイメージ。圧迫ハイブマインド、これ使ったな昔。お、第二の日の出ラーダ、二勝馬の喧嘩やフォイルなんか。あ、今回日黒じゃないぞよかったよかった。また同じような小物を見るのみたいな、3パック目で思ったかな。これなんかあれだね、500円のパックだからしょうがないんだけどさ、何が出るかな。だから通好みのなんかちょっとだけ値段つくカードっていうかさ、ちょっと渋めですね。通好みだよね。春マゲドンで600円ぐらいでした。春マゲドン600円すんだ今、はい、綺麗だったら。絶望するマーフォークとか出ると嬉しいもん俺。このイラスト、いろんな時代のカード出てほしいなって思うね。まあ無理だけどそんな使用上。これレアじゃなかったっけ、リシド。もともとこのザリスト版はねショップで雑に扱われがちなんですよね。絶望するリシドみたいなカード名じゃん、わかんないけど。いいよ調べなくていい。うん、なんか最近の古文ですね。いやこれやったら日黒のがいいかも。あ、リムロックの騎士、これお世話になりました。カタンで、まあ、いいカードだけど値段はしないな別に。なるほどですね。これはね多分これで1000円は超えてくるだと思う。しかしどっちかっていうと外れかな。受け狭いし、別にお得はお得なんだけど、まあ、こんなのをその10パック買ったらどんな感じになるかって感じだよね。ラスイチ、なんかこれ毛色が違うからさ、あのヨーグモス E に使われてるゲラルフの伝書紙が入ってる。これだけで400円ぐらいしそうじゃん。っていうと大体5、600円するんだよねお、渦巻く知識だ。ゲラルフからの渦巻く知識、これでこれも500円超えたしこの時点で。そうですね、選ぶ400円で。で、暗黒の儀式、この地点で800円ぐらいあるじゃん、もう参考価格で。森林の墓地、いいね、実用的。精神連携メカ、兄弟、節度。なんか全部最初の頃に寄ってるね、やっぱこっからもう期待できない。やっぱつまんないよねこれつまんなく、あれはあれは入ってたよ。そういうこともある。なんかこの発掘を楽しみたいよねやっぱね。ブロッコリパといえばどっから何が出るか分かんないっていう。あんまりランダムすのは難しいけど、なるほど。2つあって、2つあるんですよ僕の感情は今。いやまあまあお得ですよ、だいたい倍ぐらい入ってるね。でこっちからそのレアとかホイールがいっぱい出ることもあるっていうね、まあ、あとはその日黒とかちょっと珍しい、単品価値つきづらいけど珍しい、その辺に尊重とかに余ってないものだったりすることもあるんだけど、まず一つ目の感情、自分で仕様を決めてるものを向くのって楽しくないね。何がどうなってこうなってるっていうかさ、はい、確認だよね本当に。お見せしたいのと確認したいっていうので、その開封のときめきがなかったっていう。これは動画をやる上では結構辛いんですよ。リアクション取りにくいですか。リアクション取りにくいんですよ渦巻く知識、暗黒の儀者、おってあったけど、で第2にやっぱもっとお得にできないかなっていうのがあるんだけど、冷静に考えて500円だから、まあ、買い取り的に言うとさ、これ売り値いくらだっけ今。400円、参考価格400円、まあ、カードンだと多分150円買い取り300円販売ぐらいだと思うの。これ100円買い取り、50円買い取りぐらいだと思う、うん、その地点で300円分買い取りでしょ。でここで多分全部で100円買い取りぐらい、原価でいうともうその400円ぐらい買ってますということになるよね、うん。まあ、こっちは値段買い取り単品つかないと思うけど、
このパックにおいてはもうちょっともらえるね、サービス品っていう観点では。まあこの単価500円のカードで原価率8割っていうのもよっぽどだけど、大体8割って人件費も1パック作るのにやっぱ数十円かかるわけじゃんね。いや別にね、ただ値段がついてるっていうだけじゃなくて、500円っていう金額に対して確かに結構お得な内容になってて、実用的なカードがまあ手に入っていくといいんだけど、なんだろうな、これサプライズがなかった、自分にとってサプライズがなかったことでネガティブになってるのか、もっとなんかやっぱ派手だったらいいよね。その500円向いて5000円分出てきたみたいな、あのたまにリサイクルショップであるやつ、もちろんあれって500円でさ、値段つくカード、単品値段つくカード100円分も入ってないことも多々あるんだけど、全部小物束みたいな、変に全部お得にするより緩急をつける仕様とか、でもなんかもうちょっとこううまくお得にできないかとか、見せ方をさこうよくできないかとか、ちょっと考えてみますね。精神連携みか、なんか調べてみて、あと森林の墓地も調べてみて。300円するのこれ、300円、ちょ結構いいな俺カードの値段知らないだけで300円するのこれ、300円、結構いいね。ってことは全然店売り値段で言うとさ1200円とか超えてるよ、500円で。じゃあ別にいいのか、森林の墓地をちょっと舐めすぎたか。アドですね多分で普通の人が向いたら楽しめますね。僕がちょっと仕様をちょっと知ってるためにっていう感じですね。はい、ということでね、トモハッピーチャンネルで昔よくあった単なるこう開封動画じゃなくて、お仕事動画としての、まあ、開封動画、中身チェック動画みたいなね感じで、なんか通常の開封動画ってもっと盛り上がるもんだから、それとちょっと違って申し訳ないんですけど、一応商品を確認して大きな問題はなく、皆さんにも中身サンプルねお見せできてよかったんじゃないかなと思います。本当にパッと撮ったやつで恐縮なんですけども、逆にこれ仕込みありだったらもっと盛り上がれるんだけどね、それはちょっと良くないからね、商売上よろしくないから、チャンネル的にも。はい、素直な感じでやってみました。いかがだったでしょうか。ということでカードの秋葉原で一番強いブロックホリパー、お手頃な金額でねお得な内容を、もうその時その時の何が出るかをお楽しみいただけますね。ぜひ気になる方は買ってみてください、開封楽しんでください。ということで、よかったらチャンネル登録、動画の方お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。